メタ・ワッツ・ニューバージョン22と題しまして中村が発表させていただきます本セッションでは CFD を除くメタ・バージョン22の主な新機能について記載している順番でご紹介していきますまずはじめに GUI ・グラフィックスに関する新機能をご紹介していきます最初にご紹介する新機能はボタンマネージャーに関するものです 自分でカスタマイズしたセッションファイルまたはセッションコマンドを含むセッションに関してショートカットを作成することができるようになりました。これらのショートカットはカスタムツールバーにボタンとして追加しメタのメインウィンドウにドッキングしてカスタムボタンをすぐに実行できるようになりました。またファイルセーブアーズ選択後のエクスポート・トゥ・ファイルウィンドウを再編成しました。 オプションはデフォルトでは非表示になっており、アドバンストオプショングループに配置され操作しやすい仕様になっております。続いてカメラツールです。このカメラ機能は、例えば実機試験の車載カメラと同じような価格でアニメーションを確認できる機能です。カメラのプロパティを設定し、モデルまたは画面に基づいてカメラの位置を指定し、その位置、視点でのビューを見ることができます。 また高度な設定を簡単に処理できるように GUI が改善されました。ViewPort ーーとパラメータのカメラツール内でのズームインまたはズームアウトする時はスライダーではなくマウスホイールによって操作可能になりました。View 機能ではグローバルアクセス回転オプションが View ーツールバーでサポートされるようになりました。 これによりグローバル軸を基準にしてモデルの回転を切り替えることができます。Line レメントに関する機能です。Line レメントは設定を変更することで 2D もしくは 3D 表示させることができます。このセッティングスの画面を見やすくなるように一新いたしました。また Line e l e m e の C ブッシュと SPR2 SPR3 を Q として表示できるようになりました。次にモデルと結果のハンドリングに関する新機能をご紹介していきます。まずはじめは LS 大な結果の読み込みパフォーマンスに関する内容です。グラフに表示しているようにテンソル成分値から計算されたスカラーとベクトルの 両方,の結果に両方の結果に対する読み込みスピードが大幅に向上いたしました。次は二次要素モデルを一次要素として読み込む新しい機能です。モデルジオメトリの読み込み時に二次のシェルおよびソリッド要素を一次に変換する新しい設定が追加されました。この設定はセッティングスで設定できます。 結果はインテグレーションポイントコーナーポイントで維持されます。ラベル・ステートの機能において階層フィルターを選択できる機能をステートリストとアニメーションバーに追加しました。結果にいくつかの階層レベルが存在する場合、サブケースやステップごとにステートを区別して表示することが可能です。アニメーションバーではドロップダウンメニューが追加され、 こここから結果に存在すするレベルを指定できますこの機能によりアニメーションバーやステートリストに選択したサブケースやアクティブラベルのステートのみを表示することが可能になります。例えばナストランの場合サブケースごとアバカスの場合ステップごとのアニメーションで区別することが可能になりました。 なお、カレントラベルに属していないステートを選択した場合、モデルはフリンジではなく、モデルのカラーとして表示されます。フォローノード機能では、ノードグループを選択して、合体運動を除去する新しいオプションが搭載されました。スライドで示している例では、落下モデルの合体運動を除去する操作を行っています。操作としては、 フォローノードの機能でノードのグループを指定します。これらのノードの重心を計算し、ノードの平均的な平均と回転運動を計算します。そして計算された平均運動で減算して、モデルの各ノードの動きを算出することができます。次に結果の検索・出力に関する新機能をご紹介していきます。 アノテーション機能ではアノテーションがラップしないように表示できるエクスプロードオフモデル機能がバージョン21から搭載されていましたが本機能の大幅な機能改善を行いましたアノテーションはモデル領域の外側でポインターの位置に近いより適切な位置に配置されますまたコンテキストメニューのエクスプロードモデルオプションの名称をフィックスオーバーラッピングに変更しました 機機能能名から機能の内容をより直感的に理解できますさらに、ニューマルチプルオプションを利用して複数のポインターを持つアノテーションを作成できるようになりましたこの時アノテーションのポインターはエレメントノードパートマテリアルグループカーブモデルに配置することができます また、各ポインターが設置されたエンティティの値をまとめて取得するバリアブルの追加も行っております。スクリプトでは、本機能に関する新たなメソッド、オプション因数が利用可能です。カットプレーンツールに関して、新しいオプション、ベストフィットオンノードを使用し、選択したノードに最適なカットプレーンを作成できます。この新機能により、 距離の測定が容易になります表示されているエンティティの重心 COG に基づいて原点を持つデフォルトのプレーンを作成することもできます。アドバンストフィルター機能では m a x m i n r e g i o n s や MaxMinLocalExtreme を使って条件に当てはまる接点や様子を収集する時 d i s t a n c e c r y t e r を利用できるようになりました。 このオプションで指示した敷地範囲内の領域のノテーションはマージされ最大最小の値のみを保持できます次に 2D プロットに関する新機能をご紹介していきます 2D プロットではリードリザルト・カーブスの GUI に新しいタイプのフィルターが搭載されました ModifyCurve のインターフェースが更新されトリム・ デリートアップダウンブレイクジョインといった機能を簡単に扱えるようになりました同じ機能がカーブのコンテキストメニューのモディファイオプションからも利用できますリードリザルトカーブスセッティングスタブにパレットボタンが追加されました作成先がニューウィンドウの場合にはドロップダウンリストからパレットを選択可能です 作成先が既存ウィンドウの場合にはパレットボタンはグレーアウトされプロットオプションズパレットからパレットと次に適用される色を指定することができますもう一つの新しい機能はリードカーブスに関するメタ DB ファイルのカーブの保存とメタへのカーブの読み込みです H3D データベースの 2D ノード結果やアニメーションデータベース結果から カーブを読み込むことも可能となりました。それでは各分野ごとの新機能をご紹介していきます。はじめはクラッシュセーフティ分野です。まずは IIHS ツールバーについてです。本ツールの GUI を一新いたしました。左側が新しい仕様です。機能の主なアップデート内容は オーバーラップ処理の対応助手席のスモールオーバーラップイントリュージョンプロットの作成機能追加フロントインパクトでのカスタムイントリュージョンプロット作成機能追加となりますオキパントインジョアリークライテリアツールでの主な新機能を紹介します障害値以外の高速装置の結果も OIC ツールで取り扱い可能になりました スプレッドシート等で ID の複数入力機能を追加しました。ASCII フォーマットでの出力をサポートいたしました。Human Body Models Post ツールでの主な新機能を紹介します。レポート機能に、レポート出力に関して必要なスライドを選択できる機能を追加いたしました。Brain CSDM SED の障害値計算とレポート出力をサポートいたしました。チェストバンドの描画機能を追加し、胸の断面の変形を簡単にアニメーションで確認することができるようになりました。ペデストリアンツールでの主な新機能を紹介します。パムクラッシュの ERFH5 フォーマットをサポートしました。 最新のユールのキャップシートに対応いたしましたヒックレンジごとの当エリアの出力機能を追加しましたスコアをアノテーション表示できるようになりました CNCAP2021APLI でのセクションとエレメントのモーメント出力をサポートいたしました FMVSS201U ツールは GUI を一新いたしました 特に、リザルトオーバービューとセッティングスで操作しやすいように、さらに内部でタブ化されております。機能としては、コンフィギュレーションファイルの保存と読み込みのサポート、ISO フォーマットの計測データをサポートいたしました。次は NVH に関する機能を紹介していきます。 モーダルレスポンスおよび FRF アッセンブリーから構造だけではなく音場の設定に対して過信を定義することが可能になりましたモーダルレスポンスはモーダル法による周波数応答解析加等応答解析を基準として評価点に対するモード記用分析等を行うことができます FRF アッセンブリーも同じくメタのツールで各コンポーネントの結果を用いて アッセンブリーモデルに対するモーダル周波数応答を計算することができます。この追加対応により、車体の音響評価接点を体積加速度によって過信し、車体ピポット点への加速度応答を計算することで、最短のプロセスで構造と音響の周波数応答関数である音響感度を計算することが可能です。NVH カ c キュレーションズの モーダルレスポンス、モーダルモデルビルダー、モーダル FRF コリレーションが Optistruct と PamClash の結果ファイルに対応しました。Optistruct と PamClash の実固有値改正結果からメタにおいてさまざまな振動騒音解析が可能となります。これらのツールはメタに標準装備されている NVH 解析用のツールです。 モーダルレスポンスは先ほど説明しました通り、モード器用分析用のツールです。モーダルモデルビルダーは、各固有値改正結果をナストラン書式のモーダルモデルへ変換することが可能なツールです。モーダル FRF コリレーションは、実固有値改正結果を用いた MAC によるモード比較や振動試験に対するプリ、テスト、アナリシスを実行することが可能なツールです。 続いて FRF アッセンブリーとモーダルレスポンスの機能についてです従来バージョンではこれらのツールで算出される計算結果はメタ内に格納されマニュアルで保存する必要がありましたがその作業が自動でできるようになりました具体的には計算実行直後に自動的にファイル名と場所を指定したパンチファイルに出力が可能な仕様に変更されていますまた 粘性マトリクスを作成するとき、要素セットだけではなく、接点セットを使用することができるようになりました。また、要素セットと接点セットの組み合わせでも作成が可能になりました。モーダル・ FRF コリレーションでは、モードの相関性を評価するマックプロットや伝達関数の相関性を作成することができました。 本バージョンではモードの直行性を評価するオーソゴナルティを追加しました。画面上部のアナリシスにて選択できます。従来より2モデル間の固有モードの相関性を確認するツールとして m a c プロットがあります。本バージョンでは各シェイプケープ係数はそのまま使い、解析モデルから合成マトリックスと質量マトリックスを計算し、 それらをを考慮した直行性を確認すす。ることが可能です次はモーダルモデルビルダーについてです。機能については前のスライドでも紹介した通り、実固有値改正結果からモーダルモデルへ変換することができるツールです。バージョン22のモーダルモデルビルダーは OP2 ファイル中の当該減衰マトリックスを読み込み、 対角項のみならず非対角項の減衰マトリックスを D-mug 形式で記述することが可能となりました。モーダンレスポンスの機能に関して、セル要素の応力および歪みを計算する際、9回指示にトップ・ボトムに追加してトップアンドボトムを設定し、両方を1回で計算することが可能になりました。 要素の応力および歪みを計算する際フル・テンソルの指定が可能となりすべてを計算したい場合少ない操作で指定することが可能となりました一部の接点応答を計算する際接点解に関してはジオメトリーが不要となりました次はファテ牛に関する機能を紹介していきます モーダル応答とランダム応答のツールの新機能を通じて構造のモーダル応答とレイキの PSD を読み込んだランダム振動解析を実行できます。具体的に説明するとモーダルレスポンスツールでは計算を介してメタデビー形式で計算を結果を直接出力できるようになりました。 ランダムレスポンスツールでは周波数応答を入力してメタデビ形式の読み込みに対応いたしました次はオプティマイゼーションに関する機能を紹介していきますトポメトリーオプティマイゼーションツールバーではマスヒストグラムを作成できるようになりましたまたマスリファレンステーブルボタンを利用するとステイティスティックスウィンドウが起動し 各 PID の質量低減量を一覧で確認できます。次はデータマネジメント AZAMODS に関する新機能です。AZAMODS バージョン5及びバージョン6サーバーがサポートされるようになり、d m ブラウザーツールを介して、それらのデータにアクセス、表示できるようになりました。提供される機能は3つです。 収集したアイテムを様々なシンプルビビュューーままたは階層でで表示できますアプリケーション要素のインスタンスを読み込むためにクエリ機能を使用またアプリケーション要素のインスタンスの属性関係を表示できます最後に曲線画像ビデオ等のデータがメタビューアで表示できます 続いてメタデビート結果出力に関する新機能を紹介していきます。最初の新機能は結果の読み込みに関するものです。メタデビーファイルから結果を読み込んでいる間、モデルのインタラクティブ操作ができるように。メタデビーの読み込みが非同期化されました。また主要な結果を含むメタデビーファイルから。 計算コストの高い結果を読み込む際にパフォーマンスが大幅に向上しました。計算コストの高い結果とは表示しているようにボンミーゼスやトレス化が主に該当します。同じくメタデイビーに関する機能です。ソルバーファイルの機能を維持しながらメタデイビーに変換する機能でラディアスとエンサイトを追加サポートいたしました。またメタで演算した結果は読み込み時に計算されます。 ユーズーツールバーの中にアウトプットイニシャルストレスストレインツールバーを新しく追加しました。この機能では指定したあるステートで選択した部品のイニシャルストレスインシャンストレインをソルバーファイル形式で出力できます。それを ANSA に読み込みすることでリザルトマッピングでの使用や初期状態を考慮したモデルのセットアップ等に容易に利用することができます。 続いて、新しくソルバーサポートしたものをご紹介します。まず、強度計解析に使用されることが多いソルバーについてです。アバカスの2021の結果読み込みをサポートいたしました。パーマスのキネティックエナジーパーマススカラー結果の読み込みをサポートしました。メディナではビームフォースのスカラーとベクトル結果のアベレージシーアリザルトをサポートしました。 CodeAster の正解析結果でセルソリッド要素の読み込みと表示をサポートしました。続いてクラッシュ系に使用されることが多いソルバーについてです。l s d y n a のコントロールアウトプットの penout と engout をサポートしました。p a m クラッシュの efh5 ファイルから表示している キネマティックオプション結合の読み込みをサポートしました。FEMZIP バージョン11をサポートしました。アニメーターのアニメーションデータベース FEMZIP ライブラリーバージョン11.1.0に対応しました。気候解析ソフトウェアの ADAMS では、カーブの属性にユニットを追加、また 2D 結果の読み込み時間の改善、ADM ファイル読み込み時の MNF ファイルの読み込み通知機能の追加という3つの項目について改善またはサポートいたしました。またマークに関してはピラミンと二次要素に対応また要素タイプ84に対応いたしました。最後は CFD 関連ソルバーについてです。オープンフォームの対流熱伝達係数に対応しました。タイサムでは 新たに表示しているキーワードをサポートいたしました。スターではラグランジュ粒子に対応し、ccm cim から cad surface を取得可能になりました。次はコラボレーション機能に関する新機能をご紹介します。コラボレーション機能は web を介してアンサーやメタ画面を共有していただくことができる機能ですが、web インターフェース機能を強化しました。 モデルリストとステートリストをサポートし、またモデルの相互作用を容易にするため、ビジブルエンティティオプションとアイデンティファイ操作を追加しました。さらに 3D モデルとカーブのアイデンティファイ操作が可能になりました。最後に、バーチャルリアリティ機能に関連する新機能をご紹介していきます。バーチャルリアリティ機能は VR 用の機器をご用意いただき、 メタとつなぐことで、VR 環境でアニメーション結果や流体の流れなどをご確認いただくことが可能な標準機能です。この VR の機能において、AR のコラボレーションセッションにデスクトップユーザーと VR ユーザーが参加することができるようになりました。VR 機能はコラボレーション機能の中の一つの機能です。デスクトップでコラボレーションに参加している人をデスクトップコラボレーターといい、 VR 環境を通してメタの GUI で複数人で共有することもできます。この時デスクトップコラボレーターはオペレーターのビューに従う必要がなくなりコラボレーションセッション中にビューを自由に設定することができます。またオペレーターまたは他のユーザーのビューに合わせて参加するためのウォッチコラボレーターズ B オプションを追加しました。音に関連する機能として 音声をテキストにディクテーションする際に、スペルと数字のディクテーションの追加機能を備えたボスコフラインスピーチリコグニションエンジンが利用されるようになりました。最後に、アニメーションの追従に関連する機能です。三つのノードを選択し、座標系を定義することで、VR 内で表示しているようにアニメーションが追従できるようになりました。 メタの CFD を除く主な新機能は以上になります。ご清聴ありがとうございました。